パネルをお願いします。最後になりますけども、先ほど少しお話をさせていただきましたこの献金についてですね、総理も先ほどおっしゃいました、理科に冠を正さず、これ本当にこの言葉をもう少ししっかりと考えていただきたいと思うんですね。我々すでに企業団体献金の禁止の法案はもう毎国会出させていただいております。でこれ、出しているだけじゃなくてですね、これ別に法律が通らなくても自分たちで受けないと決めたら受けなくできますので、日本維新の会はもうすでに企業献金自体はもう禁止をしております。法律が通らなくてもできることは我々はもうやっております。で今回これを追及して、おられる方々も追及されている方々もですね、お互い企業献金を受けている、で、獣医師会の皆さんが ああ言うたこう言うたということをおっしゃっている、例えば先ほども石破さんの石破4条件はですね、獣医師会に言われて作ったものだとか、それが本当かどうかは私たちには分かりません。分からないけども、でもそれをじゃあ証明できるものもないんですね。だからそれを企業献金をもらうことによってですね、そうなんじゃないかと疑いをかけるんですよ。それが大きな疑念につながっていくんです。だからこそ企業献金をやめるべきなんですね。でこれ別に今に始まった話じゃなくて、政党交付金を作るときに企業献金やめるために政党交付金を作ったわけですから、もうそろそろ最大政党である自民党さんもですね、本腰入れて企業献金、今回のことを受けてですね、国民に疑念を持たれないように禁止をするというおつもりは、これを総理が答弁するのはまだ難しいかもしれないですけども、そういった意思はあるかどうか一応確認をします。安倍内閣総理大臣。政治改革の議論の中で、政党助成制度は政策本位、政党本位の政治を目指す以前のもと、企業団体献金をですね、政党等に限定することに合わせ提案されたものであることは事実でございます。その際、個々の政治家の資金管理団体に対する企業団体献金については5年後に廃止するものとされ、その通り5年後に廃止されました。他方で政党等に対する企業団体献金のあり方については各党間で合意に至らなかったものと承知をしております。いずれにせよ、政治にかかる費用のあり方は民主主義の費用をどのように国民が負担していくかという観点から、各党各会派において十分にご議論をいただくべきものであります。当然ですね、お金によって政治が歪められてならないのはこれもう当然のことであろうと、このように思います。浦野君。ぜひ今日一日で、おそらくこのさまざまな問題に対する疑念は払拭されていない、そのようにこの国民の皆さんも思っていると思いますので、引き続き予算委員会と審議をしていただきたいと思います。以上で終わります。これにて浦野君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして本日の集中審議は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。